お疲れ様です。マーケサック16日目やっていきます。よいしょ。ってことで、デッキはこちらですかね。で、まあいつも通り宝箱もこう回収できるところは回収してさ、やっていくんですけども、よいしょ。さあ、で次から4000かな、もうすぐ、はい、4000で、でまあセールももらえるんでね、4200目指してやっていきましょう。さあ、よろしくにょーん。さあ、相手のタレは10ですね。でも最近なんか余裕すぎて、そのメガナイトが13で、まあ、僕が強すぎるがゆえに、まあ、レベルが高すぎるがゆえに、ちょっとみんなコメントが冷たいんですよ。最近 YouTube の。そう。なんで僕すぐメンヘラになっちゃうんでね。みんなもうちょっと優しくしてくださいお願いします。はい。ということで、勝てそうなんで。じじ！いやー、待って、違う。なんかね、相手がマジで何も出してこなかったら、8枚目メガナイトとかやってたんですけど、ラムライダーとウィザーとかね、同タイミングに出ましたね。まあ、どういうことかっていうと、電波ですね。この相手なんか電波で死んでます。はい、行かれてます。これ2枚、こうね、クラロワって、なんでユニットをこうタップでも出せるし、スライドでもこう出せるんですよ。で、これ人によって多分戦い方が違うと思うんですけど、これ2枚同時にこう持っていくこともできて、これ、ゴブリンバレルとコウモリをね、右手と左手に出すことができて、こういうのもなんかこう出し方次第では、なんか2体同時にユニット出すとかもできるんですよね。あんま使う場面ないんで、知らなくてもいいんですけど、まあこういうことですね。ここで同時に話すと、同時にポッて出るみたいなね。はい、まあこういうどうでもいいテクニックも一応あるよっていうので、まあもしかしたらね、使えるかもしんないよね。これも別に同時には押さないからね。まあまあでも右手も使いながら左手も使ったりみたいな、まあこともできるので、はい、ゴブリン強すぎ、吹き矢、さよなら、GG と。まあ、いうわけで、まあ、ユニレベーサーがね、意外とあるんですけど、まあ、これはもう負けないために僕が一生懸命頑張っただけなんで、まあ、これはしょうがないっすよね。だってね、これでユニレベ上げずに、逆にね、高いの来て、ボコボコにされて、いや、上げとけよっていう。ね。もうバカじゃん。ユニレベ上げれるのに上げずに、なんか相手弱いから上げんでいいわ、みたいな、さすがに調子乗って負ける方が、100-0 でバカだと思うので、まあ、今日は、てかまあ最近ですけども、もうしょうがないですね。はい。隠してくるのはラッキーだと思ってね。そう、確実に勝っていって、って感じかな。さあ、バルキリー11。まあ、平均的にユニレベちょっとずつ下がってきたかな。よいしょ。で、僕、ユニレベ高いんですけど、その、メガナイトとゴブリンバレルが特に抜けてるんですね。逆に他がね、それこそ墓石とかファイボがね、9なのがちょっと辛いんですよね。ちょっとだけね。まあ、贅沢言うなっちゃう話かもしんないんですけど。そう、他と比べるとね、低いから。今度だから普通にやばいっすよね。ちょっと待ってね。おい、いや、バルーンね、ガチで怖いっすよね。マジで。一発がやっぱでかいっちゃでかいんですけど、まあ、修正で一発が弱くなったのはマジで救いっすね。そう、バルーンレイジボーン一発ドーン、あれ犯罪でしたからね、ガチで。あ、バルーンの一発強すぎやろっていう。まあ、正直バルーンは強すぎた。だから意外とこう今回の修正で弱くなったけど、いや弱くなりすぎではあるけどね。いや僕は別に悪い修正ではないと思うけど、まあ弱くなりすぎか。もう一段ぐらい弱く、違ってもよかったね。さあ、いや待ってよ、これちょっと怖いな。いや、メガネと飛べるやろ、お前。早く。OK。いや、痛いね。で、ウッド持ってたかんな。で、ネクロだかんな。で、バルーンだかんな。ちょっと、これ、ゴブリンバレル外して、ウッド空振らせたいな。この人たち知らないでしょ。あきゃ。一匹ね、隠れエロゴブ。いや、でかい。いや、ガチでかいわ。このゴブリンバレルずらしはね、え、でも消えてね、ゴブリン。なんで？いたよね、さっきまで。ゴブリンバレルズラシ結構刺さると思うんですよね。このトロタイというか。まあ、知らない人多いでしょうからね。よいしょ。さあ、これやばい。待って、ガチやばい。回さなきゃ。いや、怖え。まあ、対空、マスケ、コウモリで2枚しかないんでね。まあ、言うて回転がやっぱ早いので、そこでね、しっかりスケ、墓石、ウッドとかでできるだけ回して、まあ、今みたいな2周目のね、2周目なのかもうわかんないけど、バルーンにもしっかり対応していきたいね。ファイブっちゃう。いや、これ外れたら結構やばい。当たれば熱い。
さあ、70。OK、OK、勝ったかな。5圏内なんで。で、対空はしっかり回してあげると。いやー、OK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 。いや、バルーンとかね、まあ、ラバルとかまだ当たってないからあれですけど、対空は気持ちやっぱ怖いですよね。そう、普通にラバル組まれて、がやっぱ怖いので、ふぅ、ナイス。で、まあ、トークンもらい。で、これだ。クララパスの、この、ウルトラトークンって、ウルトラトークン僕使い道が今のところないんで、これでランダムにウルトラが被ってたら出るっぽいので、運ゲーで何かのウルトラをゲットしようと思います。来い、インドラ来たら熱い。はい、メガネドおじさん。ここぶっちゃけ指南書であげるつもりだからね、何枚出ても無駄になると思ってます。はい。まあ、もったいないけど、まあまあまあ、しゃーなしのね。まあ、欲しいウルトラないんすけど、ちょっとね、ファイボー墓石の集めるのがすごい大変かなっていう、レアが大変かなっていうので、まあ、なくすカードもないんすけどね。そう、マスケをインドラぐらいかな、コメントであったのは。そう、でもマスケがな、やっぱぶっ壊れなんだよな、と思いながら、インドラも確かにレベル上げれれば強そうっていう。さあ、ゴースト10。ちょっとめんどくさいな。てか、ミラーの方がレベル低いっていう。逆なんだよな。ミラーのレベルが低いっぽいですね。さあ、ゴーストミラーか。まあ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 。おい、右手前、ボムタワーにやられそうだけど。さあ、まあ、悪くはないと。ネクロ9ですね。タワーレベルでも10当たるようになってきましたね。11はまだね、出会ったことないですね。はい。まあ、出会いたくもないですけどね。よいしょ。これ行ってもいい気がするな。行ってネクロいないんで、コウモリ追加も熱そう。この小物系が多分、対応できないんじゃない？初めてです。スパーキー。あ、でもこれメガネタの範囲で、なんか溶けそうだな、あいつ。にゃん。いや、めっちゃ強い。ガチでメガネタが強い。まあ、コウモリも強いんだけどね。さあさあさあ、で、ここはウッド咲いたんで、あーん、2周目打ってくるんですけども、まあ、そんな知らんがなのワンパングッドゲーム GG ですね。いやー、いいね。これ今まで当たんなかったら当たるのは普通におもろいね。エレジェイとかね、引いてもまあ墓石あるし、このデッキ絶対勝てないはね、ないと思うんですよね。いや、金は結構余裕あるからな。金使ってなんか、ね、メガナイト上げるとなんか墓石とかマスクとか買いたいよね。さあ、タワーレベル10。あれ ?4000 付近。タワーレベル10しかいないね。もしかして。なんなら9、8の方がレアになってくるのか。さあ、格上ですね、一応。タワーレベルは。おい、ロケット方式。いや、これ、キング起動したいね。いや、キング起動したいから、ちょっとエリーを捨てて、マスケを出して、に、オッケー。いや、キング起動できちまえば、今から14レベルが来たとしても、全然戦えるプラン。さあ、もうすぐ、4000いけるんちゃいまっか？もしかして。いけちゃうよね、これ。さあ、あと2勝です。タワーレベル9やないかい。ユリ・ロワイヤル。ギャング。オシャンティ・バレル・タルババ。ウッド持ってなかった瞬間。あ、で、ウッドでも採用率高いっすね。ね。ウッド多いのと、ただメガナイトも多いのと、ある程度このトロ隊はみんな使うデッキ一緒なのかな。さあ、スケでカバーしてあげて。いやー、行ってもよかったけど。いや、待って、痛い。普通に痛い。で、ギャング7か。いや、逆にすごくね。ね。まあ、今みんなはね、あー、さすがにこんな負けんやろって思ってるかもしんないんですけど、やっぱ負けるときって突然来ますからね。あれって言って。ね、俺待って、なんで負けそうなーって感じで気づいたらもう負けてるんで。まあ、こういう試合こそね、しっかりこう、シューンチューンしてやっていきま、ぴょん。おい、いいじゃん、いいじゃん。次かな？はい、次で4000です。さあ、ここでは4000。タワーレベルは10。うん、まあ、普通です。これ12レベルぐらい出くわしてみたいものですね。まだ僕12レベルに出くわしたことが、あれ？あるっけ？多分ない。あ、じゃあ、ダックフリ13あるな。いやー、とか相手もう寝てんじゃん。なんかもう、こういう、のが多いですね。はい、ラッキー。不戦勝で4000到達です。なんか恥ずかしい。ということで、まあカード、クエイクはね、さすがに使わないか。まあ取って、スタンプも取って、4000。4000とかってセール来ないのかな？あ、来ないですね。さあ、ということで引き続きやっていこうと思うんですけど、ちょっとコメント欄で、ラットさん実は負け試合カットしてんじゃねってコメントがあったんですよ。お前、
俺が全部試合見せとるやないかい、わざわざと思いながらも、ね、一応もう見せれますね。見せればいいんでしょ、見せれば。ということで、まあ、3000からしか多分、3000以下くらいはもう乗ってないんですけど、はい、そこまで僕がズルしてなければ、もう3000からはちゃんと負けてないので、はい、そしてほぼ全部3クラです。はい、もう信じてください。負けてません。もうね、一応また言っとくんと、ロワイヤル API っていうクラロワサイトがあって、それはね、もうその人のデータ全てが見えます。直近何使ってるかとか、あ、やばい。何に負けたとか、何のデッキ使ってるか全部わかるので、ちょっともう僕が怪しい。もう、ラッドはね、ずるしかせん。あいつこっすいからなと思う方いたら、もう調べてください。はい。マーケサカカカウント。そしたら僕が負けてカットして続けてやってたらね、わかるんで、逮捕してください。はい。まあ、さすがに、ね、今んとこ2回ぐらい、うまい感じにカットしてるのはまだバレてないからさ、ギリね、なんとかやってきてますけど、今回のレベル高いっすよね、相手。いや、マジで普通にめんどくさい、これ。で、ここはコウモリ出しててもファルチェに狩られてたと思うんで、こんな感じで5ぐらいで良さそう。あ、イントラのフィジカル結構やばいね。で、いやー、こう、墓石置いとくか。いや、でも普通にちょっとなんか怖いね。エリババ、12来ちゃいましたね。はじめましてです。エリババはじめましたね。で、ここはしっかり。いや、いいよ。好きだけ。ザップも使った。いや、これバレルコウモリまで行ってもいいけど、そんな。本気の攻め。いやー、これはうざいよ。ヤナメとか来たら。いや、いいヤナメだけど、マスケッティーヤで、芝居ていく。ナイス。エリババいましたね。エリババ。まあ、エリババとかには、しかも墓石好きあるんだね。はい、陸受け鉄壁ですよっていう。あと、相手のトロフィー4000いってるのもちょっとこうね、新鮮ですね。ね。前回5000で負けてるからな。てか本当にもうほぼ前回と言ったら同じぐらいのところに来てるってことっすよね。早いね。負け策。もうそろね、怖くなってくるよね。いや、5000いったらもう全然感想とかとも多分出会えるから、あえて諦めたかな。諦めてはない。そう、感想勢来ちゃうんでね。ちょっと怖いですけど。まあ、この辺は、まだなんとかなるんじゃない？いや、あの鎌強えな。いやー、これ。いや、めっちゃいい、めっちゃいい。すべてが残ってる。すべてが残ってる。めっちゃいいじゃん。メガナイティ。オッケー、ヤナメ使ってコストがなくて。あ、エリババだけね。あ、でも俺、相手のこのエリババよりもメガナイティ強いっていう事件。さあ、ナイス。よしよし。いや、こっからでも結構変わりそうですね。相手のレベルも上がってますし、デッキもなんか全然今まで見なかったのばっかなんで、ちょっとずつ楽しくなってくるんじゃないですか。さあ、タワーレベルは10と。まあ、取る4000か。まあでも、取る4000とかって、僕のサーバーとかも全然いるっすからね。だって、リセットされて、リセットされて、全然触ってなかったら、マジ取る4000付近にゴロゴロこう転がり込んでるんで。この辺に実はね、実力8000プレイヤーも、いっぱい寝てるんじゃない？これ今日、このまま4200いけるんちゃいます？縦線と鏡。いやー、100-0で縦線です。いえい、タワーレベル8。待って、8？本当に？本当に？ってことは、めちゃくちゃ強いんじゃないの？まあ、俺の方が強いよね。さすがにね。さあ、タワーレベルは9と。でも、クラロワパスも、35レベルまでもらったんすよ。そう、だから、もう一回パス買いてえな。来月になんねえといけねえのか。これ、来月まで生きれるかな。ね。来月まで生きれると熱いんだけど。あ、待って、ラムライト10。意外とタワー、あー、やばい。タワー9だから。あ、お前、え？お前、怒りよ、俺。怖いよ、怒ったら。強いよ、俺。大丈夫？さあ、ラム10。やるな。喜んであげて、許さぬ。貴様。ローリー、バーバー。で、ラム、あー、確かにちょっと2ル高いね。踏んであげて、その異性は今だけで、3秒後のあなたは笑顔がなくなって悲しい表情になってるのが分かりますけど。おい、好きでメガナイトが囲める。これでもメガナイトのジャンプでほぼ消える。喜んでるやないかい。ほれー、
し、もうこれで。わかったやろ、ほんとに。君はメガネと13にね、格上というものにね、ねじ伏せられる運命なんだよ。ふい、ふい。甘すけ強ガチで。ずるやん。さあ、バルキリー。いや、まだでも戦っていきますね。はい。もう戦えないね。もうスタンプ押せないぐらいまでね。心までもひしおりたいと思います。ちょっといいファイボ。もうこっからはね、ゆっくり形組んでいこうかなとか思ったんですけど。うりゃ。いや、ガチでやべ。なんかこの煽ってくる相手にも、なんか情けというかね、情が、なんかごめん、メガナイト高くてっていう思いが出てくるんですけど、いや、お前、煽ってきたやな、金でもいいやん、言うてね。おら。さあ、早めにここ突破したい。はーい。おめでとうございます。一個だけね、これだけでもう、もう喋れんくなってるやないか、ほんとに。楽しいね、クララは。次、ウルキンっすね。まあ、この辺の人たちってね、もう俺が俺ってことを、まあ、ほぼ確で知らないと思うので、ね。さあ、まあ、それ楽しくねやってるよね、クララを。あー、でもちょっとやだ。いてー、ワンチャンバレル飛んできそう。うん、端前吹きはね、いやらしい戦術してきますね。あー、雪玉、あれちょっとうまいのか。まあまあ今んとこは、まあさあ、高回転の枯渇っぽいですけどね、今んとこ。吹き矢もいて、コウモリもいて。いや、めっちゃ枯渇デッキやん。すげえちゃんとした。さあ、で、タルコウモリで攻めていく。まあ、ウッド雪ですね。これ、おもろいの見せてあげるっすね。ぴゅっ。はい、雪玉空振り。こういうのも多分出会ったことないと思うんですよね。何その雪玉って思ってると思うんですよ、今頃。そうそうそう。なんでね、こういう技もあるんだよっていうのを教えてあげてね。この辺のトロタイのね、プレイを育てていきます、僕が。はい。よし。いや、でも高回転ですね、めちゃくちゃ。まあ僕はもう無理して攻めないがやっぱ一番の、ね、勝ち筋というか、ああ、負けない。いや、待って、雪玉上手くね？ちょっとタイミングずれてるけど。なんかこのユニレベにしてはできるっすね。絶対。どうなんだろう。うん。さあ、橋前吹きは大好きクラブに所属してるっすね。まあ、ホグ来たらメガナイトで踏んでもいいけど、これ一旦、ケッチャン組んで、ね、組めば勝てそう。早めの打っとくるかな、これ。いや、マジで、この人あれっすね。なんか、うまい香りが、うまい香りがしてるんですけど、俺の方がちょっと強い。ユニレベと技術、両方がね。よし。さあ、墓石置いて、神雪玉、雪玉も打ちたいし、ウッドも打ちたいし、みたいな感じですね。うん。あら、負け作やってきて、なんかあれっすね。ユニレベ関係なく一番うまいかもしんない、今回の相手が。さあ、雑コロウッド。今、雪エレスピユニット。よいしょ。いいファイボだ！ね、なんか、やってて。クララはやってるよね。うん。では、金起動した、たまたま。で、ここに来て、メガナイトの恐ろしさを教えていくっていう。いやー、ホグ溶けちゃうからな。普通はね、同レベだと一発入っちゃうんだね。さあ、ドヤディしていきましょう、ドヤディ。うん。あ、これ4200到達だっけ？もう一勝だっけ？さあ、あと2勝です。あ、来た！ウルキン、ウルキン、ウルキン、あっちー！これ、やばい、マスケとかいっぱい出てきたらガチの神っすね。さあ、ワイルドカードも普通にありがたい、ありがたい、ありがたい。あー、もう、ここまで。あ、これで、アイスウィザードゲットしました。いらないっすね。はい。いやー、可能性は、スケバレ？いや、墓石は熱い。ガチで熱い。いやー、ジャイと工場はやばいね。工場は絶対ないけど、ジャイもないんだよな。うわ。
いやー、やりゴムと雪玉か。これ結構悩みポジじゃない？いやー、雪にしよう。ライポリ全部一緒やないか。まあどっちも使わないしポイズンでいいや。あー、タルババー熱いっすね。これは熱い、使わざるを得ない。ヌルトラもう何でもいいよ。インドとか来てくれるとね嬉しい。あー、インド熱いね。スパキ100ゼロ使いません。さあ、インドラゲットしてワイルドカードも3枚あるんで、まあレベル10にはできると。で、頑張れば11にもできてみたいな感じで、まあデッキ的にはこういうのもありになってきますね。まあコウモリは好きでもいいんですけど、まあなんかコウモリはやっぱメガナイトとの相性がいいかなと思います。まあ多分インド以外上げないと思うんで、もう使っちゃいますね。まあ一旦レベル10にはやっちゃうか。そうっすね。で、ここで4枚いるんで、まああと2枚いるねっていう。で、せっかくなら42までか。まああと2000ぐらいちょっとこっちのデッキとかも試しつつかな。もうトロ5000付近になってから多分ね、あんまいろいろ変えるのは結構難しいと思うんでね。ちょっと今の間に、こういろいろ可能性を探ってね。で、マスケインドコウモリで、ちょっと空強すぎじゃないみたいなあると思うんですけど、まあ言うて墓石もあって、いやこれめんどくさいね。スケがないのがちょっとめんどくなってきた。そう、あのメガナイトもあって、陸はね、そこそこにある方だと思うんですよね。で、意外とやっぱ格上の、やっぱ空デッキとか来ると、普通にめんどくさいと思うんで、ラバルとかね。まあ重量級とか。やっぱ火力が高くて損はないと思うんで、結局ね、格上に対して戦えるようにするっていうのは、全体的にデッキの高火力が多くなるってことだと思うんで、さあ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 、まあさすがに勝てそうですね。まあインドラマスケで結構火力カタカタでもいいのかな。コウモリはワンチャンマジでスケでもいいかなと思うんですけどね。僕はコウモリすごい使いたいですね。マスケも使いたい、コウモリインドも使いたい、メガナイトも使いたい。で、墓石もね、まあぶっちゃけ墓石いらんのんじゃねっていう話だと思うんですけど、いやー、墓石はね、マジで、先置きできるのと、まあ、誘導できるから、エレジアイとかバルーンとかホグとか、とりあえず全てに対して施設が1枚あるだけで世界変わるんですよね。そう、だから施設入れは絶対入れたい。入れないならラムとかトリトンが必須になってくるんですよね。そう、っていうので、まあ、これかな。最有力デッキっすね、今んとこの。さあ、踏んであげて。まあ、コウモリとインドは、まあ、被るっちゃ被るけど、まあ、枯渇要素としては、いいのかな。まあ、ワンチャンファイボは、なんだろう。矢の飴とかでもいいかもね。矢の飴なのか。まあ、なんか、ゴレクロ、ラバクロとか、クローン関係はちょっと意識しときたいんですよね。そう、まあ、だからファイボで。いや、今これクローン来たら終わんのかな。まあ、マジで、ファイボは、嫌でもいいかもしんない。そんぐらいか？まあ、あとは結構もう、ほとんどこれでいきたいけどね。さあ、もうせっかくならパッパキングおって、4200に行きたい。いや、マスケいらないのかな？インドラ11になった時に。いや、だマスケ、強くないっすか？正直被ってはいる。マスケとインドの枠が。まあでも、まあでもっすよね、ぶっちゃけ。被っているものの、被ってて何が悪いっていうのと、強いんですよ、マジで。マスケが。ぶっ壊れなんですよね、使い時なんですよね。まあ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 。ちょっとこれでいくか、一旦。さあ、ここで勝てば4200。ボスはタワーレベル9です。いやー、インドラ11、12にしたいね。カウスト相手に12だったら戦えそう。11だったら雑魚落つっすね。これどうなんだろうな、ユニレベ。全体的に平均的に上げるのか、もう14とかを作っちゃう方がいいのかな。ちょっと悩む部分、難しい部分ではあるけどな。さあ、まあこれは踏むか。さあ、ユニレベ10、10。まあ、このメガナイトの後ろのインド追加、コウモリ追加、まあ、両方強いよね。インド追加し、コウモリやったか。でも普通の 2.6 グ来た、これ。もしかして。ね。やだ、プリン。ワンパン？ああ、強い。
いやー、マジでインレベージしてる。ナイス。マスケ？いや、めっちゃマスケ。これ諦めたっす。いやー、もうゴブリンが一番強い。いや、インドラもハゲるな、これ。いやー、楽しくなってくるぞ。デッキ幅広がるとね、ちょっとずつおもろくなるな。まあ、インドラ増えただけですけど。さあ、アウトローの隠れ家です。4200到達。アンロックされたカードはこんな感じかな。まあ、ぶっちゃけどれも使わない。俺は言うのが好き。くらい。こい、セール来ました。えぐーい。セールがえぐいねん。買います。ということで、ウルトラレアはマジで、インドラ当たると熱いね。あー、ワイルドカードも普通に熱い。あー、ガゴムレはマジいらん。ザップもいらん。ナイトもマジいらん。いや、待って、ノーマル雑魚すぎん？いやー、お前マジいらん。え、てか、ウルトラ出んの？え？ま？これ、自己ボックスやん、これ。事故事故事故、ガチの事故。まあ、さすがにこのネクロは買えるよね。いやー、ゴブリンバレルか語る、早く出てほしい。早い段階で出てほしい。他もいじりたい。いやー、待って、マジ、ゴミカード出て次。いや、マジゴミカード出て次。え、これ出ないなんてことある？え、やばくね？え、俺これ出なかったらさすがに携帯投げる。おい、やばい、ガチやばい。うわ、ガチでやばい。え、ガチでやばくね？俺この箱全部いらん。ガチでやばいよね、これ。ゴブリンバレルとタルババだけ出なかったやろ、お前。おー、やりすぎだって、ガチで。今んとこ、順調すぎるからこそのね、ちょっと運営のいたずらが、えぐいって。いや、まあ、この箱でそこそこにいいのが出てくれるんでしょっていう。これ2択のやつですね。さあ、これ、インドラ11でやばいきます。持ってないんで、リボン。いやー、持ってないんで、ボーラー。いやー、持ってないけど、縦線。いやー、マジスケバレー。わ、待って、えぐい、ちょっと待って、ガチで引きが悪い。本当に引きが悪い。え、なんでこれ、墓石引退ゴブリアンキーあんのかな。うわー、待って、マジで引き悪いわー。ガチでやばい。うわー、さすがに気をつけたけどさ、ガチで引き悪い。本当にやばい。こんな引き悪い男おるっていうぐらい、これでさ、インドとか出てこなかったら、うわー、やばい、えぐい、やってるわ、これ、終わってる。まあ、メガナイト持ってるから、ディガーかな。うわ、えぐいわ、これ。な、こんな悪いことある ?2500 円返してほしいな。ね、マジで、サイゼとかさ、もう、つけ麺マック、モス、なんでもいけるよ。ほんとに。ケンタッキーも何周でもいけるのに。うわ、最悪だ、これ。なえるな、結構。まあ、ディガーはワンチャンっすね。まあ、なんで、こういう、メガナイト枯渇系、もう、まあ、ゼロではなくなるよねっていう。まあ、一旦トークン使います。ほいってことで、まあ、使い終わった感じがこんな感じかな。まあ、インドとマスケが上がってって感じか。墓石ファイブあたりちょっと強化したいねって感じですね。で、ディガーも持ってるんで、まあ、いいのが思いつけばワンチャンディガー採用ありかなって感じですね。ってことで、まあ、4200来て、そろそろ本当に本番というか、こっからが勝負だと思うんでね。はい、気抜かず頑張っていきます。チャンネル高評価もね、お願いします。では、ご視聴ありがとうございました。大塚ちゃんです。